昭和炭鉱絵はがき、1935年頃、昭和炭鉱とは、かつて北海道沼田町に存在した炭鉱。明治工業が敷屈県を設定し、1930年1月開業、1969年4月30日閉山、ルモイ炭田の代表的な炭鉱の一つであった。埋蔵量は2億トンを超えるとされ、硫黄分が少ない良質な石炭。 石出港のルモイ港に近接するなどの工条件もあり、国内屈指の有力炭鉱とされていたが、エネルギー革命の進展や安全対策に要するコスト増、多くの断層による計画的な採短の難しさが加わり、昭和40年代前半のうちに閉山に追い込まれた。現在、かつての炭鉱とは別の場所で露天掘りによる採掘が行われている。 第二次世界大戦中は労働力不足を補う目的で中国人、朝鮮人の強制労働が行われていた。元労働者には終戦を知らずに13年間北海道を打ちで逃亡生活を送った竜連人などがいる。炭鉱の資料は付近で創業されていた浅野炭鉱、立別炭鉱と合わせて沼田町にある沼田町ふるさと資料館に 若干の資料が展示されている。昭和炭鉱の炭鉱住宅廃墟。2008年10月撮影。北海道宇流郡沼田町に、ルモイ本線海老島駅から、ルモイ鉄道を経た終点に位置する。戦後しばらくは、炭鉱街への交通手段は、ルモイ鉄道のみであり、最盛期には4000人ほどの集落が形成されていたが、閉山後は無人の廃墟となっている。 それでも戦後の単純アパートや全国的にも珍しい水道マーケットなどがかろうじて形を止めている。ありがとうございます。